第23回ブルーリボン賞受賞車両1101、編成と1一編成江ノ島鎌倉観光線、軽電車は、江ノ島鎌倉観光及び同社が、称号を変更した江ノ島電鉄が1979年から導入した電車である。1970年代の江ノ島鎌倉観光は、1953年から開始された改善三カ年計画を契機として導入された、300系。 500系連接車とその後導入された600系、800系連結車を主体として運行されていた。しかし、これらの機材は一部は車体を心臓していたが、基本的には旧型車からの改造、機流用車両であったり、他鉄道からの上渡車両であり、老朽化と旅客サービスの低下が問題となっていた。そのため、 1976年度に策定された1976から1980年の超期計画期間中の1976年6月に設置された鉄道改良技術委員会により車両の老朽化による旅客サービスの低下への対応するためには新造車の導入が最良であるとの答申がなされ1978年9月18日の 乗務会によりに編成の導入が決定されている。この決定に基づいて導入された車両が本校で、記述する線形の一時車である1001編成及び1 0 2編成であり、1979年10月29日及び30日に入選して11月5日に、終末式及び公式試運転が行われ、12月3日から営業運行に使用されている。本形式は、 その後1八十七年にかけて、冷房装置の搭載、駆動装置の変更などの改良を加えながら二次車の千百一編成、三次車の千二百一編成、四次車の千五百一編成、五次車の千五百二編成の、計6編成が導入されている。線形の設計当初の基本構造は、以下の通り。なお、江ノ島電鉄では個別の編成について、 例えば車号1001と1051の編成を1001から1051もしくは1 0 0 1と故障しており、走行装置が異なる1501と1551の編成及び1502から1552の編成のみを例外的に1500型と故障する場合もあるが、本校でもこれに準じて記述する。また、本校では、車体塗装について、クリーム色をベースに創価に、 緑色の帯を入れた製造当初の塗装を旧標準塗装20型と同様の窓周りをクリーム色車体下半部と上部を能力色として能力色部に金色の縁取りを入れたものを新標準塗装新500型と同様の新標準塗装をベースに金色の縁取りではなく金色の細体を入れたものを現標準塗装と便宜的に故障する最初に登場したグループで 江ノ島電鉄としては48年ぶりの新造車である。車体は一般構造用圧延鋼板を使用した全構成のもので、床板は 1.2mm 厚のキースト見た、屋根板は 1.6mm 厚、ガー外板と妻外板は 2.3mm 厚であるが、正面外板の腰タブは、平用軌道での運行を考慮して 3.2mm 厚の後半を使用している。 正面は行き先表示器を内蔵した3枚の大型平面ガラスを用いた3枚折りつま構成で、中央部は幅 1100mm、その両側は幅 650mm で 300mm の交代角が設けられている。また、正面下部左右に丸型の前小灯と角型の微灯が設置されている。連結器は、連接部は、球面新皿、編成両端部は、 NCB-2 密着自動連結器で、連結器下部に、胴受けが、上部には、電気連結器が設置されている。側面は窓扉配置 D1D3D2 で、上高扉は幅 1000mm の片引き戸で、ドアエンジンは、日本エアーブレーキ製で、電磁空気式の SR-51、乗務員室扉は幅 500mm 内開け戸とと、なっている。 側面窓は幅 1050mm、高さ 850mm で、戸袋窓は固定式、その他はのバランサー付け、サッシレスの一段化公式となっているほか、各車体右側側面の連結面やドリキ窓上には、行き先表示器が、扉間中央の窓上には、車外スピーカーが設置されている。客室内は、ロングシートが配置され、乗務員室後部は、 長さ 1260mm、上高扉間は 3780mm、連結面よりは 2520mm で一人、当たり 420mm 幅となっており、座席定員は一両当たり座席36名、率、席44名で編成計160名となっている。内装は暖色系のカラーリングで、壁面及び天井はベージュ、 座席は円磁色で優先席部のみ灰色となっている。側面窓の内窓規制はロールカーテンを内蔵した FRP 製のものとし固定式の戸袋窓と連接部窓には鉄道車両としては当時珍しかった熱線吸収ガラスを採用してカーテンを省略している。一時車は比例棒で製造されており客室天井には 直径 400mm の扇風機3機が、乗務員室天井にも扇風機1機が設置されている。また、暖房装置は、河川電圧を使用する、低格電圧直流 100V、出力 600W の HS62 を、座席下に12機配置している。運転室は奥行き 1982mm で、従来の車両と同じく中央運転台となっており、 平用軌道での下方視界の確保のため、軽機板の高さを抑えたものとなっているほか、運転席は固定式で客室との仕切り扉は横引き戸となっている。運転台には、デッドマン装置付のワンハンドル式マスターコントローラーを採用しているが、これは、KQ800 系の実績に触発されて採用されたものであり、軽機やスイッチ類を半埋め込み式配置とした軽機板も、 同形式と類似のものとなっている。屋根上は、編成量端部に PT4314S、AM 量、主制御機は、東洋電気製造製で、電動カム軸制御式の ACM450 から 778AM、主電動機も、同じく東洋電気製造製の TDK5610A で、定格は、端子電圧 300V 時に、出力 50kW、 電流 195A、回転数 1050rpm である。駆動装置はバーサスペンション式の吊り掛け駆動方式であるが、これは急曲線に対応するために、動輪の外側に主電動機を操化して、台車の固定軸距をなるべく短縮とするために採用されたものである。歯車比は79、15と吊り掛け駆動車の中では、かなり高めの設定である。台車は短台車が、 同台車の TS-819、連接台車が受台車の TS-820 であり、固定軸強 1600mm とできる限り、短くした後半溶接構造のもので、枕バネは入れ子式3本並列のコイルバネで縦断波を併用したもの、軸バネは合成ゴムブロックと、コイルバネで軸箱支持方式は軸箱盛り式となっている。ブレーキ装置は、 E 型中継弁を使用した日本エアーブレーキ製電気指令式空気ブレーキの HRD-1 で常用5段、非常1段、保安ブレーキ付けとなっている。電動空気圧縮機はレシプロ式で容量710リットル、ミニッツの DH-25D を1機搭載し、基礎ブレーキ装置は各車輪に2 0 m m 径のゴムシリンダ式変。 押し式ブレーキユニットを一機ずつ装備し、合成セーリンゴを使用している。補助電源装置は、定格出力7区場で、床下は、鎌倉方の1051.1052号車に、主制御機、暖流機箱、指定工機などのほか、蓄電池を搭載しており、藤沢方の100 1 0 1 1 0 0 2号車に、ブレーキ制御装置のほか、電動発電機、電動空気圧縮機、 元空気ダメなどを搭載しているほか、両者共通で、制御空気ダメ、供給空気ダメ、設置スイッチなどを搭載している。均衡速度は時速 50km、軌道加速度は時速 2.0km、S。減速度は常用時速 3.5km、S。非常時時速 4.0km、S で、大火重装置付きで、乗車率0%から250%まで。 加減速度は一定になる。1980年の鉄道ともの会、ブルーリボン賞を受賞している。1001編成には1985年に、1002編成には1986年に冷房装置を搭載している。なお、冷房装置は経年により乾燥されており、2002年4月時点では1001編成は CU、e を、CU77AE1 を1002編成は、 CU77AE3 を搭載している。このほか、順次1101編成以降と仕様を合わせる改造が実施されており、常用ブレーキが5段から7段に、電動空気圧縮機が HB-1200S に交換され、客室内の握り棒の増設がされているほか、1997年には12編成の車体修繕が実施されて、床板がステンレス化されている。 1501編成の導入に合わせて1985年頃に連結機が同時を連結機上部に設置した吊り下型のものに変更され、さらにその後1993年頃には自動解決装置部の密着連結機と電気連結機に変更され、同時が連結機下部に戻されている。また、1989年には列車無線アンテナが 車体単部屋値上がりに設置されている。なお、連結器の変更と、列車無線アンテナの設置は1101編成以降にも、同様に実施されている。1001編成は2003年にリニューアルが施行され、車椅子スペース、ドアチャイムや、音声合成式の車内自動放送装置が設置され、補助電源装置を20系のものと同じイベット素子を、使用した。 RG4032AM への換装している。1002編成は2004年に同様のリニューアルが施行され、合わせて塗装と車紋を20型と同一の新標準塗装に変更し、同年12月28日より運行を開始している。後日する1101編成以降にも後に IC 式の自動放送装置が設置されており、さらに英語放送も追加された。 2008年には1002編成の正面、行き先表示記字幕にローマ字表記が追加された。2006年4月からは、1001編成が SKIP5 として漫画家の西岸良平を起用し、沿線の名所を描いたラッピングを施して運転していた。その後新標準塗装に戻されたが、2009年12月12日から2015年5月の全般検査時まで、 本形式の登場30周年を記念して、登場当初の旧標準塗装に復元されている。1002編成は1502編成に変わって2014年9月から2017年4月まで紫色のランデンカラーで運用されている。1001.1002編成とも2007年に新500型と同様の現標準塗装に変更している。また、2015年には1001編成。 1002編成ともに1501編成などと同様の追加更新が行われ、パンタグラフのシングルアーム化、行き先表示のフルカラー三色 LED 化、車内液晶表示器設置、蛍光灯の LED 化などがなされている。2016年現在の1101編成、冷房準備工事者で落成し、翌年の1982年に、エノデン初の冷房車両となった。また、車名が、 江ノ島鎌倉観光時代の最後に製造され、江ノ島電鉄となって、最初に運行を開始した車両でもある。車体は 1001. 10また、客室内には冷房準備工事として風道が設置されている一方で、首振り式扇風機も損置されている。主制御装置、主電動機、駆動装置等は1001.1002編成と同一であるが、ブレーキ装置は、 同じ HRD-1 ながら常用ブレーキが5段から7段に変更されているほか、補助電源装置は出力19馬の静止型インバータである東洋、電気製造性 RG403AM に電動空気圧縮機は容量930リットル、ミニッツの HB1200S にそれぞれ変更されている。また、台車は1 1 0 0 2編成の TS-819。 ts-820 のブレーキテコに改良を加えて、高摩擦係数のセーリンゴのほか、中摩擦係数のセーリンゴも使用できるようにした、同台車の ts-819a と、連接台車で受台車の ts-820a であるが、基本、1982年に冷房装置を搭載しているが、他の路面電車車両等にも広く採用されている、三菱電機製で、 容量 24.4kW の CU77 系のものを採用している。このシステムは屋根上に搭載された冷房装置と冷房制御箱、床下に搭載された機動制御箱から構成されるもので、冷房制御箱には2系統のインバータが内蔵されており、低電圧、低周波数出力は室内送風機に、可変電圧、可変周波数出力は冷媒の圧縮機。 室外送風機に供給されるほか、両系統とも冷房不使用時には、車両内の他の負荷にも出力可能なものとなっている。この冷房装置は改良を加えながら長く製造されていることも特徴であり、江ノ島電鉄においても1101編成以降2008年製の新502編成まで採用されているほか、各編成とも経年により順次新型のものに更新されており、 1101編成は2002年4月時点では CU77AE1 を搭載している。なお、1101編成は冷房装置搭載後も、客室内の扇風機がそのまま残されている。2005年2月から12月にかけて、当時放映されていた NHK 大河ドラマ、吉爪のラッピングが施され、その後新標準塗装に変更されている。2006年にリニューアルが施行され、 上記の1001.1002編成のリニューアル内容に加えて、室内の化粧板の新五百型と同様のものへの変更、扉窓の金属指示への変更、原標準塗装への変更が実施されている。2008年の7月19日から8月24日の間、集英社の漫画雑誌、週刊少年ジャンプのラッピング電車、パイレーツ号として運行され、 車体には銀河を模したイラストが施され、客室側窓の巻き上げカーテンには同時に連載されている漫画作品に登場するキャラクターのイラストが描かれていた。また、2009年4月から2012年4月21日まで3代目、スキップ、ゴーとして、江の田園線の風景がラッピングされた後、2012年4月29日からは、スキップ絵のんくんゴーとして、 江ノ電のキャラクターの江ノンくんや鎌倉、江ノ島の風物が描かれ、2017年1月7日の検査入場で、現標準塗装に戻されるまで運行されている。2015年10月には追加更新が行われて、パンタグラフのシングルアーム化、行き先表示のフルカラー三色 LED 化、車内液晶表示器設置、蛍光灯の LED 化などが実施され、1501、編成などと、 同仕様になっている。江ノ電では初めて製造当初から冷房装置を搭載した車両である。なお、日本の 1067mm 機間の鉄道線では、最後となる完全心臓の吊り掛け駆動方式の電車である。この編成から車体には、腐食対策として、屋根板に 1.2mm 厚、床板に 1.0mm 厚のステンレスが使用されているほか、全消灯が角形とされ、 微灯と共にカバーが設置されている。冷房装置の搭載と並行して客室内は送風機を扇風機から軸流ファンに変更して平ら天井化したことで1100型よりも冷房効果を高めているほか座席が円磁色とオレンジ色の3人分ずつ交互の配置に変更され座席端部や荷棚前端部に握り棒が増設されている。また 全面窓上部に遮光フィルムが貼り付けられており、これは順次他の編成にも追加されている。走行機器、補ルや台車は1101編成と同一のものとなっている。1201編成は長年にわたって、明治製菓の商品、カールの広告車両だったが、2004年2500に編成に変更され、一般塗装に戻った。1201編成は2007年の夏休み期間中。 小田えいちろうの漫画、ワンピースのラッピング電車、麦わら号として運行され、車体には海と空のイラストが描かれ、窓ガラスにキャラクターのステッカーが貼られ、車内広告もワンピースで統一されていた。他の車両が相次いで新標準塗装に変更されている中、2014年から2017年4月まで台湾有効記念電車として、 台湾の平京系線との観光提携を PR したラッピング電車して運行されている。2011年末にリニューアルが実施され、上記の100 1 0 0 1 1 0 0 2 1 1 0 1編成の更新内容に加えて、ドア上に液晶表示器が設置され、ドア付近に黄色い警戒色が施され、補助電源装置の RG4032A、M への変更が実施され、また、 乗務員とビラ横に車門円盤が追加されている。1501編成以降で採用されたフルカラー LEDA の交換は行われておらず、線形の更新が完了した2016年時点において同形式唯一の方向幕装備車となっているが、2016年にローマ字入りのものへ交換されている。また、2013年末にパンタグラフが騎手型からシングルアーム型に変更されている。 リニューアル後の1501編成、全面のフルカラー LED が特徴。それまでの線形の使用実績や補線の近代化により、台車の固定軸挙の軌道への影響がそれほどではないことが判明したため、固定軸挙を拡大してカルダン駆動方式を採用することで軌道への衝撃による負荷を低減した江ノ島電鉄では初となる、いわゆる新製の車両である。 カルダン駆動方式の採用により、運転性能の向上と、電空併用ブレーキの採用による、安全性の向上が図られたほか、発電ブレーキやディスクブレーキ、レールという装置の採用により保守及び、騒音の低減が図られている。製造後しばらくは、従来の車両とは異なる、車体塗装であり、1501編成は、一般公募による、サンライン号、1502編成は、 サンライン2の名称で故障されている。また、1502編成からは新造後の搬入場所が、江ノ島、腰越山の平洋軌道から1987年11月に、新設された七里ヶ浜稲村笠機間の車両搬出入り基地に変更されている。車体の基本形状や外観は1201編成と、基本的には同一であるが、退職性のさらなる向上と機器類の重量増に、 対応する軽量化のため、ステンレス使用率を1200編成より増やし、新たに運転台正面の腰板に厚さ 2.5mm、骨組みに 4.5mm の側面の腰板に 2.0mm のステンレスを使用したほか、柱類の大枠上部より 400mm までの部分をステンレス製としている。また、側扉は窓の支持方式は、 登場時から押さえ禁止期となっているほか、扉の室内側はエッチングによる、柄入りのステンレス板に変更されている。車体塗装は、フッ素樹脂塗料に変更され、鎌倉や湘南の海を訪れる女性にも親しまれる。要、暖色系のサンダインカラーと称される、ケープアイボリーをベースに、赤とオレンジの帯が入る塗装となっている。室内は、吊り革が丸型から三角型に、 座席表地がベージュをベースに茶色、オレンジ色、赤色のラインの入るものに変更されている。また、2編成10連の列車の片側の編成を貸切として運行することを想定して、貸切側の編成のみに、車内放送ができる、よう、放送装置に貸切放送機能が追加されているほか、行き先表示を編成ごとに表示することができるようになっている。 主制御機は弱め開示制御が追加された、東洋電気製造製のアッコットフ M450 から 789AAM で、マスコンハンドルの段数が3段から4段となっている。主電動機は、東洋電気製造製、TDK8005A 型で、定格は、端子電圧 300V 時で、電流 195A、出力 50kW、回転数 1300RPM。 高速試験回転数 3250rpm で、歯車比は82、13と低速域の加速力を重視した数値となっている。軌道加速度は時速 2.0kms。減速度は常用時速 3.5kms。非常時時速 4.0kms で1201編成以前と変更はないが、均衡速度が 時速 50km から時速 60km に向上している。台車は、同台車が TS-829、連接部の受台車が TS-830 であり、いずれも枕羽根はコイル羽根である。固定軸距が 1600mm から 1650mm となり、駆動装置がたわみ板中空軸平行、カルダン駆動方式の東洋電気製造成型 D110。 AM に変更となったほか、基礎ブレーキ装置も変更されている。同台車は、ブレーキシリンダが、金属シリンダに変更となった、片押し式踏み面ブレーキで合成成輪子、中鉄成輪子併用のものとなり、受台車は一軸あたり2枚のブレーキディスクとゴム式、ブレーキシリンダによる、ディスクブレーキとなっている。また、曲線通過時の騒音低下のための散水装置と、 レールという装置を搭載している。補助電源装置は1101.1201。編成のものを改良したコンデンサ分圧ブースタ式。サイリスタインバータである RG403HM を一機搭載しており、出力は照明装置や、送風機、乗務員室暖房等に供給される。交流 100V、200V60Hz が 6.89V、制御回路に供給される。 直流 100V が 2kW、列車無線回路等に供給される直流 24V が 1.2kW となっている。主制御機の大型化と発電ブレーキの装備に伴い、床下機器配置も変更されており、蓄電池が鎌倉方の車両から藤沢方の車両への搭載に、ブレーキ制御装置が藤沢方の車両のみの搭載であったものが、両車に搭載されるようにそれぞれ変更となり、 これに伴い空気溜めや補給類を中心に配置の見直しが行われている。1501編成は1990年に、1502編成は1992年に、他の線型と同様の旧標準塗装に変更されているが、クリーム色部分が2線型と同じ緑色がかったものに変更されており、その後他の編成もこの塗装に変更されている。また、 究極線における騒音対策として、車上側装置の他地上側での摩擦低減剤散布も行われるようになったことにより、散水装置が撤去されている。1990年代には、台車の枕羽根を2000系の TS-829A、TS-830A と同等にする改造が実施されている。これは、縦断波を併用した枕バネは、 同じコイルばねながら3本個並列のものから2個並列に簡略化して保守の容易化を図る一方で横断波2本を追加して乗り心地の向上を図っているものであり他の編成も同年代に同様の改造を実施している1501編成は2005年に新標準塗装とされているが2007年4月から2009年2月まで2台目 SKIP5 として 鎌倉、江ノ島界隈の写真を施した車体となっている。また、2004年2500に編成が1201。編成に代わって、明治製菓の全面広告電車として運用された後、標準塗装に戻されて広告ラッピングは2000系2003編成が引き継いでおり、同編成は2007年に、現標準塗装に変更されている。2009年6月、1000系。 登場30周年を記念して、1501編成が重要部検査を受けた際に再びサンライングオート層となり、ヘッドマーク付きで運行している。また、同年10月14日には、京福電気鉄道との姉妹提携を記念して1502編成がランデンカラーとなり、車内にランデン沿線の写真や情報が掲出されている。2013年8月31日から、 サンダイン号の1501編成が2014年9月1日からランデン号の1502編成が大規模な車体更新工事を施行しており、現標準塗装となったほか、パンタグラフがシングルアーム式に変更され、エノデン発の行き先表示器の前面、フルカラー LED、側面、工事の終了した1501編成は2013年12月14日から1502、 編成は2014年12月12日から営業に使用されている。江ノ島電鉄1100系電車に関するカテゴリー。江ノ島電鉄1200系電車に関するカテゴリー。江ノ島電鉄1500系電車に関するカテゴリー。ありがとうございます。